ほうほう、何やら賑やかで面白そうな催しじゃの。団長殿、我らも参加してみるぞ。右、左、右、左、進んで進んで一歩下がる、1、2の3でぐるぐるポーズ、じゃあアニラさんに笑顔が戻ってよかったです。肝試しの直後は険しい顔してたもんな。ここで楽しい気持ちになって肝試しのことは忘れてもらいましょう。それがいいな。んじゃオイラたちも踊ろうぜ。ねえダーリン、知ってる？ダンスを一緒に踊りながら効果を見たカップルは永遠の絆で結ばれるって。へえ、知らねえけど、じゃあ俺たちも永遠の絆で結ばれるってことじゃん。そんな噂があったとはつゆ知らず。おのれ、皆の憩いの時間を邪魔するとは無粋な輩じゃの。団長殿、我らでカキフライを追い払うぞ。体が冷えてはいかんからな。我が温かいお茶でも入れるとしよう。あ、私も手伝います。おう、では頼む。我の秘蔵の茶葉で入れたから味わってくれると嬉しいの。お茶菓子には輪投げの景品の水羊羹を用意してきました。大事なもんなのにオイラたちに振る舞ってくれてありがとな。よいよい、一人よりもみんなで味わった方がより美味しく感じるものじゃ。
おいおい、なんだその怪しい笑顔は。じゃ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 ーじゃ。今夜はまだまだ寝かせんぞ。あ、私これやってみたかったんです。オイラはこっちのやつが気になるな。望むところじゃ。では片っ端から遊び倒すとするかな。寝顔を見てはおらぬじゃろうな。恥ずかしい。乙女としてあるまじき失態じゃ。今後は寝顔をむやみにさらさぬよう気をつけるとするか。しかし皆も遊び疲れたのか、いつの間にかぐっすりと眠っていたようじゃな。今日は一日中連れ回して申し訳なかった。そうか、相変わらず団長殿は優しいの。我はそなたと一緒に様々なことを経験するのが楽しくて仕方なくてな。実は最後に一つだけお願いがあるのじゃが。ありがとう。では我と共に少し外に出てくれるか。こうして見ると夜の海は昼間と違って静かじゃの。先ほど言った願いというのは実は夜の海で泳いでみることなのじゃが。海が真っ黒で少しおじけづいておるが、一緒に入ってくれるかの。あ、入ってしまえば海の中は意外と暖かいんじゃな。こっちじゃ団長殿、我の手を握ってくれ。怖いわけではないぞ。離れると危ないからな。これでまた一つ我と団長殿の初めての経験が増えたの。団長殿、あの時我と出会ってくれてありがとう。あの時我を旅に連れ出してくれてありがとう。これからもそなたと一緒にたくさん思い出を作っていきたいの。